県教委によりますと、今年2月、県立高校の2年生だった男子生徒が自殺しました。遺書などは見つかっていません。直後には遺族の意向で自殺であることを伏せた上で調査が行われ、いじめは確認されなかったということです。遺族は先月、男子生徒が他の生徒の言葉で傷ついていたという趣旨の情報を伝え、県教委は、いじめが原因だった疑いがあるとして、 いじめの重大事態に認定、弁護士らで作る審議会で調査することを決めました今後、当時のクラスメイトらにアンケートなどを行い来年の夏ごろをめどに県教委へ報告する方針です